優しそうだな。優しいだけじゃないよ。どうする？いきなりすぎるか。どんな顔をしているんだ？どんな顔が好きなのかしら。最近よくテレビに出てるアイドルに似てるって言われるかな。小悪魔系っていうの？あなたを食べちゃおうかな。そうだな。コーヒーも悪くないわね。話しやすいな。もっと楽しみましょう。セクシーな子は嫌？楽しいデートしましょう。ドキドキしちゃう。もっと、もっと。何言ってんの？俺としたことが。そうだな。またな。まだ終わらねえ。もしもし。もしもし。そうだな。こんなの初めて。またな。まだ終わらねえ。ちょっと下がら。でっかっす、俺。後悔するなよ。よう、桐生君、ちゃんと菓子折りは買ってきたか。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見といこうか。
まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえなあ。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか？立ち退く？なんだよそれ。俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。固いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って占有屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手？バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけた、あとはさっさと話進めようってことになる。
だこいつらは。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろう。早速反応があったってことだ。おたくらが立場の不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど、あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょう。ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。小田、あんた鼻からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。素人に余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぞ。その手間賃ってのはいくらだ？300万合わせて1000万だ。てめえら、こんなま…その面、覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会、太平一家だ。太平一家？あいつの組か。堂島組若頭補佐。阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？
戦友やら辻さんよ。は、はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山野井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。それじゃまた後でな。いやー、それにしても頑固ですね、山野井のジジイは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなれば、あのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシタラさんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんな。
と。てめえ、何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。おい、行こうぜ。はい。山内さん、おい、しっかりしろ。キリュウさん、お願いしていた仕事片付きましたか？ああ、そんなことより大丈夫か？病院へ行くか？いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか？わかった。すみませんね。ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。あ、ててててて。しかし一体どうしたというんだ？実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中、もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、キリュウさん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは？娯楽王？パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかしなぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ？つまるところ金儲けです。
マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街神室町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々や神室町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時神室町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男、神室町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのために神室町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私も神室町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花か。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまり
さっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた、風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか、桐生さん。今の神室町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、桐生さん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
何？はい。そうだな。いらっしゃいませ。
うん。いや。え？あ。ちょっと下がろう。おおおお、てめえだよ。おい、キリュウさん。ん？秘書のマリナです。
ランクアップだ。お前に任せた。頼んだぜ。ガンガン稼ぐぜ。
この金でどうだ。ランクアップ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。Ha ha ha ha!
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、いや、ああ、え、いらっしゃいませ。
マネーゲーム開始だ。なんということだ。いい店になったな。ランクアップだ。お前に任せた。ガンガン稼ぐぜ。Thank you.